ジャン・レオン・ジェロームが黒人のバシボズク1869年アフリカ系、トルコ人はトルコにおけるバント系の黒人奴隷の子孫である。アフリカ系アブハジア人と同様に彼らの起源はオスマン帝国における奴隷貿易に由来する。提出ハーレムの黒人観願の長。1912年、オスマン帝国の写真家、パスカル・セワが1870年代に撮影した。 黒人観覧。大勢のアフリカ人が奴隷貿易を介してオスマン帝国に移入した歴史は何、世紀も前に遡る。通常、彼らはザンジバルを経由し、ザンジュとしてオスマン帝国領内に入ったが、中にはニジェール、サウジアラビア、リビア、ケニア、スーダンから来た者たちもいた。アフリカ人たちはダラマンダにメンデレスダに ゲディズ谷沿いの集落やマナブガとチュクロバに住んだ。19世紀のイズミルにはサブルタ州、ドラップクユ、タマサルク、イキチェシュメリク、バルクルといったアフリカ人街があったことが同時代資料に言及されている。1923年にギリシアとトルコの間で行われた住民交換に伴いクレタ島からトルコ領内に移住したアフリカ系トルコ人もいる。 彼らは英華海沿岸部に移住し、その多くはイズミル周辺に住んだ。アイバルクのアフリカ系トルコ人は、先祖がギリシア語を話し、クレタ島に住んでいたが、トルコ領内に移住してからはトルコ語を習ったと明言する。イズミルに住むアフリカ系トルコ人たちの間では、1960年代まで伝統的な春祭り、ダナバイラムが行われていた。ダナバイラムは直訳すると、 甲子牛の祭りを意味する。近年、アフリカ系トルコ人の若い世代の間で、この祭りが復活した、モンテネグロのウルチニにも、オスマン帝国時代の残寿に起源を持つ、黒人コミュニティがある。同地で行われていた、奴隷貿易と知略戦の活動により、1878年には100人の黒人がウルチニに住んでいたと言われている。オスマン帝国軍にも、 かなり多くのアフリカ系黒人兵卒がいた。オード戦争期間中にバルカン半島に派兵された軍の中には2万4000人のアフリカ出身の兵士がいた。少なからぬアフリカ系トルコ人人口が存在する地域がエーゲ海地方、特にイズミル県、アイドン県、ムーラ県にある。アンタルヤ県とアダナ県の村や町にもアフリカ系黒人を先祖に持つ。 人々がいる。これらのアフリカ系移住民の中には、移住先に残ったり、通行により他のエスニックグループに同化していったりするグループもあるが、多くのものがより大きな都会へと二次移住した。また、このことはアフリカ系トルコ人の正確な人口の推定を難しくしている要因でもある。ありがとうございます。